ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。今回は CSS を紹介したいと思います。CSS というのはカスケーディングスタイルシートの略です。HTML の、表現をする、装飾の部分をするのが CSS の役割です。HTML の方が、ホームページの構造を表す言語になってます。CSS のことを一般的にはスタイルシートって呼びます。 CSS 以外にも RES といったような言語でスタイルシートを記述することもできます。今回は CSS について試してみたいと思います。前回の動画でフォームのタグを作ってみました。このフォームのタグをCSS を使って装飾してみたいと思います。フォームタグの CSS はモジラの MDN のページからちょっと拾っていきたいと思います。この CSS のデータを CSS ファイルとして書きいたします。今回の CSS を使うためにはヘッダータグの中にリンクタグというので CSS ファイルを指定して使っていきます。 CSS を読み込ませる前の表示を見てみましょう。はい、CSS ファイルを読み込んだ場合の表示を見てみましょう。タグの内容は書き換えてないんですけれども CSS ファイルを読み込ませることによって見た目が変わりました。 CSS ファイルを外部に出しておくことでファイルを切り替えれば見た目が変わるという使い方ができてきます。今回は試しに一つの CSS ファイルで試してみますので皆さんはいろいろ切り替えてみて遊んでみてください。CSS ファイルの中身を少し書き換えてみましょう。書き換えてみると、変わる部分が見た目で分かって分かりやすいと思います。あと特にデザイン的には、Web は、ボックス型でしか装飾ができないので、丸みを帯びた、装飾をするのは結構難しいです。はい、CSS で見た目は変えられたでしょうか。いかがでしたでしょうか。モジラの MDN を見ていたらフォームタグに CSS をもう一つ追加してみようっていうページがあったので試してみたいと思います。モジラの MDN には、フォームタグの中の、ラベルとインプットが、DIV タグというので囲まれています。で、ID イコールっていうところで CSS と連携が取れるような識別子が定義されています。はい、MDN に書いてある、フォームタグを、テスト 2.html にして、CSS の中身はテスト 2.css というファイルで保存します。MDN の、記述を見てみると、CSS ファイルに部分部分、CSS の言語で追記していくことで、装飾が少しずつ変わっていくことを確認しながら進める手順になっています。はい、CSS ファイルに、少し追記してみたら保存をしてみて、ブラウザーからHTML を読み込んでみて形が変わっていることを確認していきたいと思います。 CSS を追記するごとに形が変わっていることが確認できます。 MDN の CSS の最後が CO で途切れてます。
多分コンテントだろうっていうことでコンテントって書いちゃいましたけれども、ちゃんと GitHub から、正しいソースコードを見てコピーしていきましょう。CSS のフォントフェイスっていうところのブロックで、フォントが指定できるみたいです。でフォントを、GitHub からダウンロードしてきたんですけれども、どうやら読み込めてない感じです。はい、こういう時は、説明の内容をもう一度見直して、フォントの扱いをどうするのか、見直してみます。そうすると MDN の説明ページの上の方にフォントをダウンロードしてなんか変換しろって書いてあります。なのでこの通りにやり直してみます。本当ならこんなにかっこいい文字が書けるみたいなんですけど、まだうまくいけてないです。多分変換書けないとやっぱりダメみたいですね。こんなかっこいい文字書きたいですよね。少しちょっとオージョリアが悪いんですけれども、もうちょっとトライしたいと思います。少し試行錯誤してしまいます。いろいろ文字を書いてみたり、URL の、ファイル名が合っているかどうかの確認をしていきます。でも、どうやらファイル名も合っているし、文字が書き換わらないので、多分ファイルの中身が変だと思います。なので、MDN の説明書きをもう一度見直したいと思います。もしかしたら UTF-8 の記述のところがおかしいのかな、でもそんなわけないしなと思いながらもいろいろ試行錯誤してしまいます。やっと見つけました。シークレットタイプライターという、フォントのダウンロードのページを見つけました。もう一つはジャーナルというフォントを見つけました。 Web フォントジェネレーターというところで TTF ファイルをアップロードして変換をかけます。変換をかけたファイルをダウンロードして指定した場所に保存をしてウェブブラウザで確認します。 MDN の説明通りにフォントを指定したら結構かっこいい文字が書けるようになりました。この文字はすごいかっこいいですね。よかった。 MDN のフォームタグと CSS の練習はどうだったでしょうか。ご視聴ありがとうございました。